重い。先週県庁を訪れたのは五泉市の田辺正幸市長とおよそ50年里芋を生産している高橋恒夫さんです。大きさや見た目などを競う品評会で最優秀賞を受賞した高橋さんの絹乙女が知事に贈られました。何年も作ってるんですけど、まあ、この大きさになるのは初めてぐらいなんですよ。園芸を新潟県はこれから進めていく中で県と一緒にですね、しっかりタッグを組みながらやっていきたいというふうに思います。 JA 新潟かがやきによりますと、絹乙女の年間の収穫量はおよそ950トンで、今年は天候に恵まれ大きさ品質ともに良いということです。